てほらロマ標識になってる標識になってるロマンスの神様すごーい早速見つけたのよ見てロマンスの神様ロゴありますオリジナルタンブラーああ欲しいでしょ皆さんまあもう記者会見みたいになってでもあかかってないよねかかってないじゃない音楽がおかしくないでライブって大変なんですよ。ある日1年半ぐらい前かなちょっとロマンスの神様というタイトルのことでお話がありますとということでほうっつって何ですかっていう話で聞かせていただいたら有名な木島平スキー場さんが完全リニューアルを果たしますとそのリニューアル記念でその名前もスキー場丸ごと名前も変えたいとでいろんな候補があるんですけれどもまあ無理だとは思いますけれどもできたらロマンスの神様スキー場ってなったらもう分かりやすいんですよねいかがですかっていうお話だったの私もねよくいろんなこと考える人いるなと思って私も考えつかなかったなるほどなって思ってそれでそんなことができるんだったらやっぱウィンタースポーツを愛する皆様のおかげで広瀬公民はここまであるわけだからそんなことが叶うんだったらもうどうぞどうぞどうぞっていうことででこうはいでこの度行けますみたいなどうあれが何でどういう話で行けるのっていうのは分かんないけど行けることになりなんかあるんですかねロマンスの神様パンダの なんだろうねロマンスの神様なんかあるんで ねロマンスの神様運転手さん、はい、右側のスキー場ですよ ね、あれですよね看板もロマンスの神様、はい、どこにあるの本当だ、はい、ロマンスの神様っていう看板があったすごい表紙になってた標識嘘でしょすごいすごい感動いやだってそんな30年前はこんな日が来るなんて思って標識になるなんて思ってもないからさ嘘でしょ今見ましたびっくりしたすぐこちらっつってスキー場でライブって大変なんですよもう本当に尋常じゃない一番大変かもしれないで何が大変かってもうあの環境が雪が降ってたりいろいろするから結構こう潤ってると思うでしょこれが超ドライなんですよもうってやったら喉ガリガリガリってやられちゃうの過酷なんですよすっごく過酷なんでしょだけどお客さんはめちゃくちゃ盛り上がるでしょ。ウィンタースポーツを愛する皆様のおかげにより、私はやっぱりこうやってね有名な曲ができてきてっていうのはもう自分の中で分かっているので、やっぱりできる限り過酷だけど貢献したいなっていう行きますっていう
頑張っていきますっていう気持ちはある。ありがとうございますっていう気持ちで。マンツーマン教育、はーい、やってきました。広瀬コーヒーやってきました。すごーい。こちらですね、ロマンスの神様スキー場、早速見つけたのよ。見て、ロマンスの神、本当でしょ、ロマンスの神様ロゴあります。早速行ってみようと思います。はい、はい、ありがとうね。スノーリゾートでキューピッドオブロマンスね、ロマンスの神様来ましたよ。何があるんでしょうか。あ、これ何？お水？あ、日本酒。日本酒。すごい、かわいい。初めて見た。ロマンスの神様の日本酒ですって。へー。味見しない。これから歌わなきゃいけないもん。味見できない。終わったら、はい、ぜひ買いに来ます。今のところ何が売れてますか。ステッカーが。ステッカー、 PC に貼ってもいいし、車に何に貼ってもいいんだろう。ノーボードや。あ、そうか、ボードに貼るんだね。え、オリジナルタンブラー、あー、欲しいでしょ皆さん。ねえ、まあもう記者会見みたいになって、本当にありがとうございます。皆さん楽しみにしてます。私も、うん、楽しみにしてます。また足でピアノ弾いてください。本当今日はね、ちょっと弾けないですね。このレストラン、あの、の中の特徴というのは何かありますか。このレストラン、あの、インスタ映えを意識してあのデザインさせて、はいはい、はい、あのキュートなあのデザインで作られてるんですけれども、そちらですね、あの入って正面のところ、あのぜひ真ん中で写真撮っていただいたり、あの、SNS に載っけていただけるようにと、あの作られてる場所なので、まあ、ぜひそちらでも撮影していただければと思います。はい、ここですよ。すっごいスポット、ここ、ほら、じゃーん、ロマンスの神様でん。もう何、30年ぐらい前にリリースしたこの曲が、こんな30年後、スキー場の名前になるなんてこと誰が想像した。すごい時代だね。いやー、こんな時代になるとは思わないから、あの曲ももう本当にもう幸せ、ハッピーだと思う、ロマンスの神様。うーん、でも、あ、かかってないよね。かかってないじゃない、音楽が。おかしくない？聞こえないもん。どういうことかしら。
の神様という楽曲がこんなに大きく育つとは私は思ってもみませんでした。もう30年前の楽曲でございます。まだまだいけるわよね。寒かったから声が出てるかどうかわからなかったけれど一生懸命歌いました。どうでしたスキー場でのライブは。もうめちゃめちゃ過酷。やっぱり寒いからね、すごく長時間はできないんですけど、でもやっぱりもうその分待ってくださってるお客様がいるからもうなんか盛り上がるよね。はい、皆さん暖かかったから本当に暖かく拍手もしていただいたし一緒に歌ってもくださったんでまた来たいです。おお、すごい楽しみ。なんか全然いつもと違う雰囲気だからさ、楽しもうと思います。多分すごいと思います。ゲストで出演するっていうのなかなかないんですよ。私ゲストでって今ちょっとトラブルがありましてあれっていうちょっと食い違いすいません。広瀬香美を応援したいと思ったあなた、ファンコミュニティ広瀬香美プレミアムへご参加ください。コンサートの最速先行、チケット予約はもちろんのこと、広瀬香美が掲げる音楽での社会貢献活動をみんなと一緒に行います。毎月メンバー限定のイベントも開催します。広瀬香美に最も近づける場所、広瀬香美プレミアム、あなたのご入会お待ちしてます。